こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、視聴者さんからのご質問にお答えしておきます。まあ、何件かいただいたんでまとめてお話ししますと、 FX の教材は高ければ高いほどいいんですかっていうね、そんな感じの質問でした。これね、私思うんですけども、どんなに高い教材だろうとどんなに安い教材だろうと中に書いてあることは一緒なんですよ。 FX の攻略方法っていうのはたくさんあるわけじゃないんですよね。もう500年ぐらい前から決まっている方法がありまして、それをきちんと学んでいけるかどうかってことなんですよ。で、教える人によっては金額割とね、何十万とかっていうのあったり、独特ななんか教え方とかあるんでしょうね。その人だけにしかできないテクニックとか。でも基本的な事項っていうのはみんな一緒なんで、で、多くの人はね、基本的なことを覚えていればやっぱ勝てるんですよ。なぜなら基本的なことを覚えずにやる人が多いからなんですよ。だからそれが9割の負けっていうことだと思います。何でもそうですけども、例えば掛け算の九九を暗記せずに物理の問題解けますって言ったらやっぱ難しいと思うんですよ。やっぱり掛け算の九九を覚えることによって数字をどう扱っていくのかとか、概念的なものとかね、で感覚ですよね、導き出される答えが本当にそのぐらいなのかっていう検算ができたりするわけなんですよ。でも掛け算の九九すら覚えない、そんな気のない人に、なかなかね、レベルの高い、それこそお金を儲けるほどの数字の扱い方ってのはできないんじゃないかなと思うんですよ。 FX っていうのはやっぱり難しくて複雑なものばかりではなくって、基本的には覚えれば大丈夫な部分があって、あとはその覚えたことをどうチャートっていうね、値動きに合わせていくかっていうところが、これがセンスの世界なんですけども、多分この2つじゃないですかね。で、攻略する方法としてはゾーンってのがあったり、フォーメーション分析があったり、エリオット波動があったり、坂田誤法があると。他にもいろいろ手法はありますけども、まあせいぜいこのぐらい覚えとけばとりあえず負けないと思いますよね。移動平均線とかも雲とかも私やったことはないですけども、それでも順調に利益伸ばせてますし、多分新しい手法をね、学んだりとか、インジケーターを買ってきてそれを当てはめたりとかすると、とっても勝ちやすくはなると思うんですよ。でも勝ちやすくなるとしても、そこまでは自力でできるところなんで、自力で月収50万とか100万とかっていうのは多分できると思いますんでね。まあ私も言ってないですけどね。まあ2、30万とかいくと思いますよ。今は。その暗記することと、その暗記したことを現場のチャートにどういうふうに組み合わせていくかっていうこの工夫、センスだけでね。で、20万、30万コンスタントに稼げるようになってから、高額な商材買うとかね、高い塾に入るとかっていうのを決めればいいんじゃないかな。それからでも遅くないと思います。で、多くの方がやってしまうのは、いきなり高い塾に入るってことなんですよ。50万とかね、100万とかね。それも進めないでもないですけども、まあ、まずは稼げるかどうかちょっとやってみてとかね、実際に FX の基礎用語を覚える気があるのかどうかってことを自分に試して問いかけてみることによって、それから、あ、この道で骨を埋めれそうだなと思ったら、まあまあ出費を考えてもいいのかなと思いますけどね。ですので最初からいきなりね、フェラーリとかベンツに乗らない方がいいと思います。最初は中古の軽自動車から始めて、運転慣れてきたら、まあ、1500cc とかにしたり、2000cc にしたり、3ナンバーにしたりとか、で車種を選んだりっていう段階でいいんじゃないですかね、車に例えれば。そしてですね、これも車に例えますけども、まずは運転免許を取るときって、そのペーパーがありますよね、覚えないといけないこと、ね、交通法規とかありますよね。そして、こう路上教習ってありますよね。路上教習の中でも仮免許ですよ。仮免許を取るときって横に教官が乗ってくれてますよね。いわゆるこれがコンサル状態だと思います。そしていつかは教官が離れて自分一人で公道を走らなければなりません。これがマーケットでトライするってことだと思うんですよ。でも最初から大きなロッドを張ったりとかね、猛スピードで走ったりしないでしょ。最初は時速20キロ30キロとか交通量の少ないところでトロ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 行くと思うんですよ。 FX もそんな感じで焦らずに最初は少資金で、しかもやるペースもね、毎日やるってことじゃなくて、エントリーは本当にね、週に2、3回に限って、その代わり慎重に行くみたいなね、そんな感じでいいんじゃないですかね。ポジポジ病っていうのはよく聞く言葉ですけども、あれがまさにもう最初からスピードいっぱい出しちゃうみたいなね、あっちもこっちも行っちゃうみたいな、交通渋滞が起きてるところに走るみたいな感じなんですよ。田舎道を最初は走っていけばいいと思いますんで、例えばね、1週間に1エントリーとか、1日に1エントリーとか、こんなのんびりペースでいいんじゃないかなと思います。参考になれば幸いです。